日本神奈川県横浜市神奈川区ポートサイド地区、ポートサイド地区ポートサイド地区の夜景横浜港から見た、ポートサイド地区全景横浜ポートサイド地区は、神奈川県横浜市神奈川区における再開発地区の愛称で、神奈川区栄町の一部、近江町の一部、大野町からなる。横浜駅の東側に所在し、地区愛称は横浜港に面していることに由来する。 ポートサイド中央交差点とペデストリアンデッキ、スカイウェイ国道15号にある、ポートサイド地区への案内表示。同様の案内表示が、国道1号にも2記設置されている。ポートサイド地区のロゴがあしらわれたマンホールの、二横浜ポートサイド地区は、横浜駅、北東口 A 出口から、ペデストリアンデッキ、ベイクウォーターウォーク経由で、徒歩2から12分の位置にある。また、 一階部分に横浜駅東口バスターミナルがある横浜新都市ビルと一階部分が横浜シティエアターミナルで丸い式横浜などが入居する横浜スカイビルのある出島地区とは動く歩道が設置されたカモメ橋で直結している新電管側と片平川下流港湾部首都高速道路神奈川一号横羽線国道一号国道十五号に囲まれ 横浜市中央卸売市場本場にも比較的近い。港湾部の水際線を挟んで対岸には港未来地区が望めるほか、地区内の一部からは横浜マリンタワーや横浜ベイブリッジを望むこともできる。かつてこの一帯は横浜駅に近い立地でありながら、日霊や東洋加熱などの工場、倉庫が立ち並ぶ地区であった。しかし、1985年に、 都市計画道路、堺本町線の整備計画が決定すると、これを契機として、翌1986年には、横浜ポートサイド地区、第二種市街地再開発事業の都市計画が決定された。1990年頃より、アートデザインの街をコンセプトとする再開発が始まり、福音の広い歩道が確保された道路や、 ペデストリアンデッキが整備されたほか、地区内の無電柱化が実施され、現在は、電柱、電線のない広い空間にタワーマンションや、高層オフィスビルなどが大空に向かってそびえ立つ、光景が広がっている。片平川下流、港湾部沿いには、当地区へのゲートウェイ的存在である、横浜ベイクウォーターをはじめ、シーバス乗降場、ポートサイド公園、横浜ディスプレイミュージアムなどが立ち並び、 主軸道線であるギャラリーロードの両側には主としてタワーマンションが立ち並んでいる。横羽線沿いには主にオフィスビルが立ち並ぶほか隣接して神奈川公園がある。これら各方面に向けて横浜米クォーターの3階から堺本町線を横断するペデストリアンデッキ、スカイウェイが整備されているほか港未来大通りを含む2つの道路をまたいで 当地区内及び地区外を結ぶ堺町グリーンウォークも設置された。いずれもエレベーターを備えたバリアフリー対応である。さらにポートサイド中央交差点付近から港未来用通りの港未来用橋が当地区と港未来地区とを結んでいる。タワーマンション群を中心として生活に必要な様々な施設。 機能が徒歩圏内にまとめられており、コンパクトシティ化されていることがこの地区の魅力の一つである。前述の開発コンセプトにもある通り、当地区内には現代アート作品や衣装を凝らした建造物などが数多く存在する。またマンホールの蓋にはポートサイド地区のロゴマークの入ったものを用いるなど、他の地区との差別化が図られている。さらに当地区のタワーマンション群のうち、 東京よりから順に、ザ・横浜タワーズ・タワー・イースト、ザ・横浜タワーズ・タワー・ウエスト、横浜ポートサイドロア1番館、ナビウレ横浜タワー・レジデンスの4棟は夜間に屋上がライトアップされ、横浜ベイエリアの夜景に彩りを添える存在となっている。詳細は横浜市都市整備局のページも参照。本節では、地区内の建物と用途等を外区ごとに記述する。 外区位置や開発状況等の詳細は、横浜市都市整備局のページを参照。各外区は、おおむね横浜駅から近い順に、A 外区から F 外区、栄外区の順となっている。正面側から見たナビューレ、横浜タワーレジデンスパークタワー、横浜ポートサイド C-1 地区と、C-2 外区は、横浜ポートサイド地区地区計画の対象外となっている。 ポートサイド公園側から見たあるて横浜市外区から D-2 外区の港湾部にはポートサイド公園がある。横浜ポートサイドロア前景。タワーマンションが1番館、奥が2番館、手前が3番館。ザ、横浜タワーズタワーイーストタワーウエスト、神奈川公園から望む東外区のみ無電中華が実施されていない。片平川下流。 公安部沿いに作られたポートサイド公園あたり地区には以下のような様々なアート作品が設置されている。なお、以下の他にも F-1 外区のザヨコハマタワーズに6人の作家による10個のパブリックアートが設置されている。アート作品の詳細については当地区のまちづくり、競技会公式サイト内にあるパブリックアートのページを参照。 ギャラリーロード沿いの広場中央付近に移る3体の作品は、越冬でそっとサす作、ザ・ファミリー、片平川下流、港湾部沿いの主導高島台第306号線他は、相性、ギャラリーロードとして、モーニュメントやアート作品などが設置され、薄桃色の天然石敷きの歩道が整備されている。また、車道と歩道との間に不規則に設置してある、様々な形の石は、解体された旧、 横浜選挙ドックから掘り起こされたものである。港未来地区のあたりにはかつて横浜選挙のドックが複数あり、ランドマークタワーのドックヤードガーデンなど復元保存されているものもあるが、中には解体されたドックもあった。ギャラリーロードを含む当地区の岡本厚志生による石材作品群はランドマークタワーの建設時に解体されたドックの廃材を使用している。 道路の両側には街路樹として山桃が植樹されている。故したものが少なからずあるが、管理者である市による再植樹は行われておらず、切り株が放置されていたり、市民によって独自に花壇が作られている箇所もある。ギャラリーロードの途中から横浜中央卸売場方面へ接続していた市場関係者専用の市場大橋は2011年の 東日本大震災の際に損傷したため、通行禁止となり、2013年から撤去工事が行われた。もともと、臨港大橋の完成後には、市場大橋を撤去する計画となっていたものが、ようやく実施されるに至ったものである。橋の完全撤去後は、ギャラリーロードのスペースを十分確保できることから、当地区の開発当初からの地区計画における、整備方針通り、 今後は歩行者優先のコミュニティ道路として、ギャラリーロードの再整備を行う方針となっている。2015年には、東高島駅北地区の再開発事業に関連して、この道路の整備方針と、東高島駅北地区及びコットンハーバー地区方面への延伸計画が公表されており、 既存の道路と延伸部分を合わせた延長約 1.2km を都市計画道路境線和河線として整備する。2015年8月時点の計画では、当地区内は現状の片側2車線から片側1車線に変更して自転車も通れるように歩道を拡張するとしており、さらにその先は中央市場通りの上を立体交差して直進し、東高島駅北地区及び、 コットンハーバー地区方面と接続、都市計画道路東神奈川線まで延伸し、2014年度に策定された横浜市と森林海部再生マスタープランにおける横浜駅周辺地区と東神奈川林海部周辺地区を結ぶ地区幹線道路とすることを想定している。この道路の整備により、現状では周辺地区とのアクセスに難がある。 コットンハーバー地区の状況の改善が期待される。q e キャットの建物1996年9月の横浜市テアターミナル移転以来、q e キャットの建物がそのまま取り壊されずに残され、公園としての利用が計画されている一部エリアを除く跡地の利用については、公共施設とする整備方針はあるものの具体的な土地活用方法は未定のままであった。 2014年12月に実施された民間事業者や学校法人などへのニーズ調査ではカフェやシェアオフィス、住宅展示場などの意見も出されており、横浜市では市民団体の交流の場や防災機能拠点の確保などを前提とした上で2016年6月から事業者の公募を実施していた。同年12月、市内のインターナショナルスクールが当地へ移転することが 明らかとなり、同年12月1日より22年間の定期借地権設定契約が締結された。上記の移転計画が決定したことに伴い、翌2017年にこれまで残されていた QE キャットの建物を解体。跡地には地盤を掘り下げた上で3階建ての校舎を建設し、2019年4月に開校した。校舎屋上にグラウンドを整備し、 横浜市の方針通り、コミュニティスペースや防災機能拠点として、防災備蓄庫なども備える。なお、前日の公園としての利用が計画されている一部エリアについては、2020年時点でポートサイド公園の未整備区画となっている。かつて存在したバス停など、ありがとうございます。